永井光の企業紹介始めていきます今回紹介するのはトヨタ自動車このチャンネルではですねあの私がいいなって思った企業ですとか皆さんからリクエストになった企業を私が書籍とかウェブサイトを調べてまとめて発表するっていったそういったチャンネルになってますので、まあ、企業に興味があるなっていう方ですとか、まあ、リクルートとか新卒とかちょっと企業を調べたいなという方にねぜひ見ていただきたいような内容になってますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 またね、最後まで見ていただいて高評価していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。そちらもよろしくお願いいたします。では早速始めていきましょう。今回のテーマは、トヨタが世界一位を取れた理由。そしてそれを歴史から見て、トヨタの強みを発見していこうという、そういった企画になっています。まずはですね、これ見てください。2022年の実績ですよね。トヨタ自動車、なんと販売台数823万。さらに、 営業収益31兆円っていう大企業なんですよねこの数字がどういうことかと言いますとなんと新車販売台数世界1位を3年連続取ってるっててるいうしかもですね自動車メーカーっていうのはこんなにたくさんあるんですよその中でトヨタは3年連続世界ナンンバーワンなんですねしかし歴史を見ていくと初めはこういう形だったんですよ ほぼベンチャー全然自動車を作ってない売れていないっていう具体的にはですね1950年乗用車548台そしてトラックバス8680台総合計したとしても1万台も作っていないというそういった時代があったんですねこれ年間ですよしかもですねトヨタ自動車ってもう乗用車のイメージがあるんですけれども当時はバストラックをメインに作っていて 乗用車はなんとその10分の1も作ってなかったっていうそういった時代からなぜ世界ナンバーワンになれたのかっていうところをね今回は探っていくっていうところで目的をねもう一度明確に伝えておきましょうベンチャーから世界ナンバーワンになった理由をですねトヨタの歴史から探っていくっていう形ですねでちなみにトヨタは自動車を販売している企業なのでまず物が売れる仕組みですよねこれを皆さんにまず頭の中に入れておいてもらいたい この5つ、まず認知、知られているほど売れるっていうのと、買いやすさですね。買いやすいほど売れるっていう、そういった原則があります。例えばですね、へき地にある塩よりも、スーパーにある塩の方が売れますよね。そういった形です。さらにコスト安い方が売れる、一緒の機能であれば、安い方が売り買いたいですよね。さらに機能いいと売れる、そりゃそうですよね。そして最後にブランド力。ブランド力っていうのはですね、トヨタのファンみたいなものですね。そのファンが多い。 ていうのを強いっていうふうに言うんですけど、まあ、そういったブランド力が強いと売れるっていうこの5つの原則みたいなのがあるんですね。そしててて今ののトヨタはこの5つ全て持っているしかしあのベンチャーだった時代トヨタはこの5つ何も持っていなかった。 今回のテーマはですねトヨタがこの5つをどういう風にして成し遂げていったのかっていうところにも焦点を当ててますのでまずはこのものが売れる仕組みをしっかりと理解しておいてくださいさ,あさらに歴史を紹介していくので人物何人か紹介していきたいと思いますまず佐日さんグループ作った方ですねそしてリザブロそして喜一郎この喜一郎がトヨタ自動車を作った創業者になってきますさらに英治さんですとか章一郎さん達郎さんを紹介した上で 今の社長の秋夫さんそしてその息子大介さんとかも紹介していきたいと思いますさらに豊田家以外で活躍した人ですよねそういった方ももちろんいらっしゃいますその中の代表として神谷さんと石田さんそして大野さんこの方が今回のキーパー層になってくるんですよその話はまた後でやっていきますこの3名の方がですねトヨタを爆心させたとそしてトヨタの窮地を救ったっていうそういったのに過言ではないというぐらいね活躍してます さあ早速ですねこういった人物の方たちを頭に入れた上で始めていきたいと思いますまず始まりは食器からなんですね食器っていうのは働き,です、ね、働きから始まっています始めたのはですね豊田佐吉1867年になんと静岡市で生まれてるんですね愛知県ではない愛知県との境目の小西市っていうところに生まれてるんですねこれ結構意外だったんですよね でさらに何したかっていうと自動化にこだわったんですね。というのもですね当時その食器ですね旗折り機っていうのはこういった形で人が手で折ってたんですね。でこれだと効率が悪いと。で当時日本の産業の中心はこの旗折りだったんですね。なので喜一郎はその日本の産業の中心の生産効率がめちゃめちゃ悪いその生産効率を上げるんだっていうところでこれを自動化していくって言った。 そういいっった事業をやっていくんですねその時にこだわったのが機械的な自動化はもちろんなんですけれども品質そして不具合が起こったらすぐに止まるっていうそういったシステムを盛り込むっていうこれがめちゃめちゃ重要だっていうふうに考えたんですね。というのも旗折り器なんかガッチャンガッチャンやってるじゃないですかそうすると途中で糸が切れたりなくなったりするんですね。 その上でただ自動化してるだけだとそのまま切れたまま糸が切れたままどん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 作っていくとそれが全て不良品になって売れなくなるつまり無駄になってしまうっていうだったらそういった無駄が起こらないように不良品ができてしまわないように不具合が起こったらすぐに止まる装置を作るこれがこの佐吉さんの大きな大きな考えだったんですねでその考えをもとにですねまあいろんな機械を作っていきます まず一番最初初期の自動食器っていうのはですねまあこういった形で人が動かすんですけれどもかなり動作を自動化できてるっていうやつがあったんですよただ高かったっていうのでねほとんど売れなかったっていうで売れたのはこちら半巻き機っていうやつがあったんですけどまあなんかそのこちらに設置するためのまあそういったあの筒状に糸を巻いたやつがあるんですけどそれを自動化するっていうのがめちゃめちゃ売れたんですねただなかなか食器の方は売れなかった さあそこで登場するのがですねトヨタキ喜チローここは登場してくるわけですねトヨタキ喜チロさんはですね佐吉ちゃんの長男になるんですけど1900あ1894年にですね生まれてましてなんとあの東大を卒業してるんですよそして1921年にトヨタ某職あのサキ吉さんが作った会社にですね入社するんですねそこで 一郎さんんは、まあ、結構天狗になってるる部分もあるんですよこの東大を卒業して、まあ、周りもね皆さんいいとばっかりそしてお父さんの佐吉さんは高校とか大学とか卒業していないんですねなので親父が開発したやつは発明ではないとあんなものは我々学を学んだものがやればあっという間に開発できるんで別に親父はすごくないよっていうふうに言ってたんですよほほと佐吉ちゃんねきれるなんですよねなんかあんまわよくない。 先ど言ってもおお、だったら寄ってみろっていう感じでね、やらせるわけですよ、喜一郎に。作ってみろ、お前がみたいな形で、ほほーっていうね、そこで天狗になってる喜一郎は、作り出すんですよ。自動化するための究極の自動食器を作り始めるんですね。そして、なんと、作っちゃった。自動食器 G 型食器っていうのをね、喜一郎さんが開発していくんですね。そして、これがですね、なんとその時世界でトップだったメーカーですね、プラット・ブラザーズっていうところがですね、 特許をを売ってってててほししいいうただ打診をしてくるんですねでかなりこれは素晴らしい機会だったんですよなので木一郎さんとかも何回かそこと交渉することによってよし売ったっていうので特許を売るんですねそれによって莫大な利益を売るとそれが自動車を作るきっかけの金になっていくわけなんですよねさあここから自動車の話になっていきます自動車と木一郎 さあこの基地を自動食器をここで作りましたそして次に何をしようかと思った時に自動車産業に目をつけるんですねというのもですね幼少の時に関東大震災が起こって周りが全部崩れるんですねでその時に日本はアメリカからバスとかトラックとかを輸入して買い付けて物流ですとか人を移動させてそれで復興させていくんですねその時に金一郎は思ったこれからは自動車の時代だ しかし周りを見てみたらどうだアメリカの会社しか走っていないっていうところでなんとかして国産の自動車を作っていきたいっていうのをずっと夢に思ってたんですねそしてこのトヨタ某食から販売会社としてトヨタ自動食器っていうのを作りましてそこの常務になるとでその中で自動車部っていうのを作るんですねこれがトヨタ自動車の始まりですなんと一会社の部だったんですね でこの時の、えー、と自動食機の時の社長がですね今度佐吉さんはこっちの社長でリザブロっていう妹の旦那さんが、えー、こちらの社長について喜一郎さんは常務っていう形なんですねでずっとずっとです、ね、自動車を立ち上げながら夢は国産だっていう純国産自動車を作るんだっていうところでまず全く作れないですね初めはなのでボレれを購入してすべて原寸大でスケッチしていくんですね バーっと原寸台ですよボディとかエンジンとかあのカムとかいろんなところも全て原寸大でスケッチしていくんですよ。その中で全てを作るのは難しいなっていうのを悟るんですね。もう早く早く国産車を作りたいっていうのがあったんでコアな部分を作った上であとはまあ正直他のパーツを使いましょうっていう考えで時間の方を優先させたんですね。でその時に選んだのがエンジンなんですよ。でエンジンを選んだかと言いますとエンジンっていうのは 鋳造技術っていう簡単に言うと、まあ、型を作ってその中に金属を流し込んで作る技術で作られてるんですね。でその技術っていうのはさっきの G 型食器を作る時に使ってた技術なんですよ。つまりですねあの G 型食器を作るトヨタ自動食器っていうのはですね鋳造技術に長けた技術を持ってたんですね。なのでそののでそ同じ鋳造技術を使っってていいるエンジンジうのは 簡単に作れるでしょうっていう風に甘く見てるんですよそしたらですねなんとうまくいかないっていう失敗の連続なんですねというのもですねこのエンジンっていうのがもう食器と比べてですねかなり複雑だったんですよ中にいろんな空洞とか穴とかがありながらいろいろつながりながらやってたんでそこがなかなかうまくいかない さらにですねこれはガソリンとかをまあ爆発させるわけですよねなのである程度強度も必要になってくるとそうなってくると鋳造技術でめちゃめちゃ重要なことが起こってしまったんですねそれはスッと言われる穴なんですよ鋳造というのはですねその溶けた金属を型の中に入れていくのでその中で空気とか不純物とか入っちゃうんですねで、その空気とか不純物が入ったまま 冷めちちゃゃううとこの中が穴だらけになっちゃうんですねそうすると強度が落ちてエンジンとしては使えなくなるっていうさらに材料の強度も足りないっていうところで悩みに悩んでいくんですねそこで大事だったのがこの中子って言われるものと材料の研究それを推し進めていくんです、ね、この中子これですすねねこここののの中中れっていうのがですね。 その自動車の中、自動車のですね、えーと、エンジンの中に空洞があるんですけど、その空洞を作るのがこの中子なんですね。で、食器はこの中子をあまり使わないので、この中子の技術がなかった。だからそれをやらないといけないんだけれども、研究していかないといけないんだけれども、難しすぎたっていうところで、頼ったのがですね、アメリカ帰りのカンさんって方に頼るんですよ。そしてあのフォード のやり方を教えてもらって、それをベースに改良して、なんとか長岡を作っていくと。そして、もう一つは、材料の研究ですよね。材料をどん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 研究していく。これじゃダメだ、これじゃダメだって、どんどん研究していきながら。こういった材料を試験するための設備とかも、どんどん買っていくんですよ。そうすると、ですね、じゃんじゃん、お金が出てくるんですね。試作品とかも、お金にならない。潰して、こういった設備とか、めちゃめちゃ高いと。さあ、その中で、ちょっと。 なんとかなんないのって言ったのがえっ、ー、とリザブロですねこう我慢し続けた男なんですよというのもさっきの自動車部っていうのはトヨタ自動食器の中の部だったんですねそしてそのトヨタ自動食器の社長がこのリザブロだったんですよまあ初代社長で喜一郎は副社長の立場だったんですねでこのリザブロさんもねなかなかつらい立場だったんですよというのもですね 豊田家の長男ってわけでではないんですよねで家族でもない、まあ、家族なんだけれどもこの木一郎の妹の旦那さんっていう立場だったんですよただ木一郎よりも年上だったので戸籍上は豊田家の長男的存在だったんですねなので、まあ、社長になってるんですよ木一郎を差し置いて社長になってるだけれどもやっぱり長男は木一郎なんですよなので木一郎の好きにはやらしてあげたいけれども このの自動初期ってていいいうのを潰してはいけないもうドキ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 しながら自動車開発の承認をし続けるっていうやっていくるわけですよね。で、金一郎さんはですね、結構ね、もうエンジニア機質なんで、あんまりお金のことを気にしない。このリザブロさんに、300万使っていいですかとか、500万使うんで用意しといてくださいとかっていう形で、まあ、結構軽く言ってくんですね。それを調達してドキ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 しながらやってたのが、このリザブロさんなんですよ。 なでこのリザブローさんの心の広さっていうところもトヨタ自動車が生き残れた一つの要因になっているのではないでしょうかっていうところでいろいろ開発をやっていくとさあその中でやっとエンジンが完成しますこれがそのエンジン A 型エンジンですねそしてこの A 型エンジンはいろんなことをやりながらなんと最終的にはあのボレれのエンジンを上回る性能を出してくれたっていうそして内製したのがシリンダーヘッドシリンダーブロックピストンなどの芋の部品ですよねで 他の部品はえっ、ー、とシボレーの輸入品を使用して作っていくっていうのでエンジンができたんで他のパーツも付けて作っていくわけなんですよこういった形で手でね作っていくんです今プレスとかでバンバンやってますけど手で型に合わせて合ってるかどうとか色々やって職人が頑張っていくんですねさあそして完成する試作車がこの A1 試作 A1 試作乗用車ってやつですねかっこいいね全然かっこいいね でこの作作車をまあ作っていくんですよただし乗用車っていうのは当時は全く売れなかったんですねというのも高いんですよめちゃめちゃ高いなのでその時の給料ではみんな買えないんですねなのでこれだけでは食っていけないっていうところがあったんですねなのでトラックとかも作っていかないといけないっていうのはそもそもあったんですけれどももう一つ日本の国が裏でめちゃめちゃ動いているっていうのを察知したんですね キチローさんはでここで日本の政府がやろうとしたのはですね今日本の国はアメリカの車がほぼほぼ占めているとそうすると日本の産業をアメリカに支配されてしまうという懸念があったんですねで各社車を作ろうとしてるんですけれどもなかなかできないということで政府はその各社に支援をしようとするんですよ開発の支援をしようとするんですけれども どこにすればいいのかかわらないんですねなのでその指定業者っていうのを決めてそこのやつを支援するただそこ以外はもう自動車作っちゃいけませんっていうそういった法律を作ろうとしたんですよ。でそこに入るための条件として量産をしていることっていうのが条件になってくるであろうって思った喜一郎はですね 量産を強制的に開始するんですねしかし乗用車は量産しても売れないので意味がないとなのでまずはトラックを量産するんですねしかも車の開発っていうのは試作を経てそしてそれがうまくいったら量産になるっていうそういったステップを踏むんですけれどももうこの方が施行されるまで時間がないというところでこのトラックをすぐに量産だっていうので量産に持っていくんですよ さあそんな中みんなはですねブチ切れるわけですね <laughs> で市場ではまあトラック売れるっていうことはまあもちろん分かってたとなのでみんな開発には納得してたんですけどもその施策をし踏まないっていうねステップを無視するっていうところでみんなブチ切れていくんですねさあそんな中トラックの不具合っていうのはやっぱり多発するんですねこれはもう予想内だったのでまずこの初期に売るのは6台っていうふうに絞ったんですよ なんか地域を分けて荷台荷台荷台みたたいな形でで絞ったんですねさらに不具合は絶対起こるので修理班を作って現地に直行させるっていう修理体制をバッと敷くんですねしかもこの6台を売った先っていうのは国産車だから買ってくれるっていうなのでちょっと性能が劣っても多めに見てくれるっていう方も選びながら6台を売っていくんですねそんな中どん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 不具合が出てくるわけですよでそれを改善していくんですねなんと改善数は 800箇所改善するんですねでその時の生産台数は379台っていうところでついに乗用車とトラックの量産を開始しますっていう。でトラックはさっき800台のやつをやりながら乗用車の方も開発を進めていったわけですね。そしてこのが試作乗用車試作じゃない量産の乗用車。 AA 型乗用車ですねそしてこちらが GA 型トラック月間100台を超えるっていうほど売り上げてたっていうこの時でね売れたといっても月間100台なんですよねで量産して、まあ、ある程度売れてくるので次はですね土地探しを始めていくんですね目的としてはですね月間2,000台の車を作りたいと乗用車500台トラック1,500台この時はまだトラックが重要だったのでトラックの台数を多めに見積もるとでこれが作れる 土地を探すっていうのがまず木一郎がやったことなんですよ。そして土地の条件っていうのをまず決めるんですね。田んぼ農地ではない。これさきっちゃんが言ったんですよ。田んぼとか農地とかを工場にしたらダメだと。食い物を作れるところでは食い物を作れっていう。そのさきっちゃんに従って、田んぼとか農地ではないところをやると。そして企業誘致があるかどうか。これは結構大事なだなと。助成金が下りるかとか、安く土地が買えるとか、そういったところがあるんですね。交通の便がいいところっていうところで、いろいろ考えた結果、 今の豊田市の小諸町というところに決定するんですね。おめでとうございます。ここでやっとトヨタ自動車は豊田市に移るわけなんですよ。さあ、そしてですね。ついにトヨタ自動車株式会社が成立します。で、さっき言ってた自動車製造法というのがですね。1936年に許可されるんですね。認定されます。ついにトヨタがそこで認定されるんですね。自動車作っていいよと。 なのでこれはもう部としてではなく会社として立ち上げようっていうので1937年にトヨタ自動車工業っていうのを作りますこの時は投機だけするんですねそういった形でやっていくと資本金としては1200万なんと社長はリザブロそして副社長はキーチ郎っていうそういった形でまずは始めていくんですねさあそんな中さっきの法律があったわけじゃないですかあの自動車作ってもいいよっていうそれはトヨタだけが認められたわけではなく他にも2社あったんですね これが日産とイスズ自動車そして日産が今後トヨタの大きな大きなライバルになっていくとそして日産の方も自動車を作っていいっていうそういった指定業者になったのでこの鮎川さんって方と喜一郎が国に呼ばれるんですねで国もですね自動車を作りたいけどもどういった支援をしたらいいかわからないっていうのがあったんでこの2人を呼んで聞くんですよ我々はどういった支援をあなたたちにすればいいでしょうか キーチとは言います国がやる支援は意味がないだから支援はしなくてもいいっていうね支援を断るっていうね、まあ、何かしら支援はあったかもしれないんですけど、まあ、国っていうのはねあの規制とかを作って作れなくする方向しかやってなかったんでもうね国には頼らないというふうにやってやっていくんですねまあそういった形で、まあ、この2人がライバルとしてやっていくとさあそんな中海外企業っていうのも実はいるんですね今。実際にはノックダウン生産っていう のをやってまして、増産しないことを条件に生産は続行してもいいよっていう、そういった条件のもと、日本で車を作ってたんですね。で、このノックダウン生産っていうのはですね、海外から部品を取り寄せて自動車を組み立てるのは日本でやりますっていう、まあ、そういった生産方式なんですね。しかし、増産しちゃいけないので、もう意味ねえなっていうところで、1939年に撤退していきます。しかしですね、撤退していくんですけれども、まあ軍人はですね、日本車と、まあアメリカ会社。 両方と、まあ、乗るわけなんですよで自分では選べないですね軍人は支給されるんですねあなたこれ乗りなさいあなたこれ乗りなさいみたいなで日本車の質がめちゃめちゃ悪かったんでフォードとか GM とかをね、ま、が当たったらですねめちゃめちゃ喜ぶっていうそれほどまだまだ日本の技術レベルは低かったんですねさあそんな中小諸町に工場が完成しますでこの時喜一郎が大切したのがですねジャスト・イン・タイムっていう考え方をすごい大事にしたんですね これはですね、必要なものを必要な時に必要な量だけ作るっていう考え方でこの考え方と佐吉さん考えた自動化っていうのを組み合わせて喜一郎が工場のレイアウトを考えるんですね大体こんな感じらしいですよくわかんないですけどねでロット生産大量に一気に作るのをやめて流れ作業そして倉庫に部品を貯めないっていうこういった理念のもとをやっていくんですねというのも アメリカとの戦いなわけですよそしてアメリカに勝つためには原価を抑えないといけないさっき言ったものが売れる理由の一つのコストを抑えるためには原価ですよね車を作るためのそもそもかかる費用を抑えないと安く売れないわけですよでアメリカの方はもうノックダウン生産とかっていう形で部品を手に入れて作るっていうところがある程度もうシステム化できてたんですね それに勝つためにはもっともっと原価を下げないといけない。なのお、ジャストインタイム自動化っていうのをやって原価を下げてコストを下げるというところを注力してやっていくんですね。で、さらにやったのが様々な研究に着手していくわけですよ。つまりですね。あの質ですね。機能っていうのを上げていかないといけない。コストと機能。これが大事だという。ところで、今のままでは到底勝てないより技術力を高めないといけないっていう考えがあったので、様々な研究をこの時に始めていきます。 さあいよいよそういったコストダウンとか研究とかも含めてアメリカと戦うのかと思いきや戦争が始まってしまうんですね。戦争時代に突入していくと作っている場合じゃなくなってくるわけですよ。さあそして始まったのがですね国家総動員法ですね。なんと小室町に工場ができた1938年その時にですね日中戦争の長期間で この国家総動員法っていうのができるんですねで、これ何かっていうと戦時中は政府が国民の生活を全部管理しますというつまり命令には全て従ってくださいさらに食費ですとか配給金融物価減の全て統制しますと民間の企業は国が言うものを作ってくださいっていうところで自分が好きなものを作れなくなってしまったんですね しかもこの配給制っていうのがあるので車の部品が入ってくるか入ってこないかももう政府次第っていう自分ではどうしようもできないっていう時代に入っていくんですよさあそんな中勃発してしまいます1941年真珠湾攻撃で第二次世界大戦に突入していくんですねで回線までこれが回線するまではトヨタのトラックはめちゃめちゃ売れたそうなんですよしかし回線後なんと部品が入手できなくなって生産が 劇的に落ちるとしかもですね、もう作ったトラックはすべて軍に納品ということがあったので、民間人はトラックを買いません。民間人がですね、あの商用のためにトラックを買ったらですね、次の日にはね、軍の人が来て、それをください、国家総動員法ですっていう形で持っていかれるので、もう買わないんですね、そもそも。で、そんな中、喜、えー、一郎がですね、社長に就任するっていう。 でこう社長に就任したのがですね1941年の1月に就任してるんですねそして12月年末に勃発してるんですよなのでさ就任した時に最悪のことが起こるっていうそういったのがこの木一郎の社長の始まりなんですねでですねこの時にトヨタグループの再編っていうのが起きますというのもですねこの部品っていうのがまあ来ないんですよで来ないと作れないっていうのがあったんで伝送品とかタイヤをもう自社で作ろうっていうそういった動きが出てくるんですね でこれができたのがですね、後に伝送ですとか、トヨタ合成になっていくっていうのがあるんですね。さらに、軍からの要請で、飛行機のエンジンを作るっていう。なので、エンジン技術っていうのは、車も飛行機もそこまで大きく変わらないんですね。なので、飛行機のエンジンを作ってほしいという、まあ、そういった依頼も来たりして、トヨタっていうのは、いろいろと試していくんですね。 さあそして起こったのがやっぱ敗戦ですね。そうやって戦争を頑張っていくんですけれども敗戦、年8月15日に敗戦が訪れますあの玉音放送でね敗戦を聞くわけですよ、みんなでね。でしかもね、この敗戦の前になんと名古屋空襲と三河地震というのが起きてですね、あの工場がもうボロボロの状態になるんですね。 だからせっかく自動化とかジャストインタイムとかでレイアウトを完璧に、喜一郎的には完璧にしたんですけれども、すべて崩れてしまってるって。そういったところから始まるんですね。さあ、そしてそんなところでもね、喜一郎はくじきません。廃線からの出発、ここで頑張っていきましょうっていうところで、頑張るんですけども、まだ車は売れないんですよ。なので、何でもやりますっていうスタンスでいくんですね。というのもですね、従業員、その時も3000名いるんですよ。そして、喜一郎の考え。 人は絶対に削減をしたくないいっていうそういった考えがあるのでこのままでは削減しなければならないじゃあお金になるものはすべてやっていきます何が重要か衣食住は大事だっていうところでいろんな住宅とかやっていくんですねでその中で面白かったのがですね瀬戸物の研究とか実際にあのミシンを作ったりですとかもう鍋とかやかんとか何でも作ってたんですねでこの時にですねなんと防食事業が劇的に伸びたんですっ、ね、て というのもまあ、戦争が終わってみんな着るものがなくなったので、もう政府に没収されるわけですよ。着るものとか布とか全部でその中でやっぱ着るものが必要になってくるわけですよね。そうすると、みんなまず一番最初に買うのが服とかになってくると、そうすると暴食事業が劇的に伸びると、そしてその暴食事業の利益をこのトヨタ自動車の方に回してもらうことによって、なんとか食いつなぐっていう。そういった時代があったんですね。さあ、そういった時代何とかしている中。 なんと GHQ からですねお達しがが来るんですす乗用車のの生産がこの時にに禁止になりますどういうことっていう風になるんですけどまあ基本的にハ線国っていうのはそういったものを作っちゃいけないんですねなので飛行機とかも日本は作れなくなるんですよで復興をしないといけないっていう GHQ は日本を復興しないといけないので全て作っちゃいけませんとは言わないトラックは物流で必要だからトラックだけは作って OK だよっていう。 でさらに乗用車の生産はダメだけれども研究はしてもいいよっていうそういったちょっとした優しさはあるんですねでさらにあのアメリカから車はまあアメリカ人とかもね車乗りたいから持ってくるわけですよそしたらね壊れた時にどうするか修理をトヨタと日産に頼むんですねなので、ね、ここでトヨタと日産はアメリカ軍の車両を、まあ、修理しながらそこの技術を吸収していたっていう、まあ、そういった時代があるわけですね でこの時ですねトラックの生産台数が3275台そして翌年には5821台というまあそういった形なんですねまだだから月産1万とかも作ってないんですよさあそんな中紹介したいのが販売の神様戦後大活躍するっていうさあ販売の神様誰かって言いますとこの神谷翔太郎さんなんですね1898年に愛知県に生まれて喜一郎さんよりも4つ下そして大野さんという方にも14個上というそういう方ってなんですよ で、そもそも初め最初に入ったのがトヨタってわけではなかったんですね。初めに入ったのは三井物産に入社して、そしてアメリカに行くんですよ。さらにかなりやり手だったんですね。販売の神様って言われるぐらいだったんで、かなりやり手だった。なので自分で神谷商店を立ち上げて、一時めちゃめちゃ成功するんですよ。しかしそれで倒産すると。で、日本に帰ってくるんですね。日本に帰ってきたら、日本の GM に 就職すするんですよ日本のとこ入れやと思いなうんですけど、まあ、GM に就職してここで自動車の販売っていうのを体験していくんですね。というのもこのディーラー制度っていうのがですね日本にはまだなかったんですよそのディーラー制度を取り入れたのがこの日本の GM になってきましてそこで自動車販売ののノウハウハっていいうのを掴んでいくんででくすねしかしですねこの日本の GM っていうところがあまり面白くなかったんですね。 外資系なんでなんかお客さんに対してもすごい冷たかったりとか手厚くなかったとかっていうところでやりたくないというところでやっぱり日本の企業に勤めたいっていうところでトヨタに就職するんですよで初めは日産に声かけられて日産に就職しようと思うんですけれどもさっきの綾川さんがねあまり好きではなかったっていうところで喜一郎さんの方が好きだったんですね。なのででトヨタに次は就職すするんですよ そして神谷さんが一番最初にやったのが日本の GM ディーラーにトヨタを売り込んだんですね。あの GM で就職してた時にですね作った人脈ですとかそういったのを全て駆使して売ってくわけなんですよ。このね、コネクションを作った上でそのコネクションを入った後にトヨタのために作って使ってくれるっていうねそういったのをやっていくとそしてその時の口説き文句よかったですね。一緒に日本の車を売ろうっていう。 売りたいよねそれは売りたいいよアメリカも車しか走ってないそんな中一緒に日本の車を売ろうっていうふうに言ったわけですよ。さあそれに賛同した人たちがねやっぱりどん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 日本車を売ってくれるようになるんですね。しかしそんな中起こった悲劇この戦利中は日本自動車配給株式会社っていうところに吸収されるんですね。というのもあの国家総動員法があるわけじゃないですか。なのので売るのも全て 国が管理しますよっていうところであの日本中にあるすべてのディーラーはここに吸収されるんですねさあそんな中どうしたかって言いますとそこはまあ耐えるしかないんです神谷さんはそして戦後すぐに動くんですねこれがま配信になるんですよ日本自動車えと配給会社っていうのが廃止になった時にすぐにすべてのディーラーをトヨタディーラーにしに行こうとするんですねそしてその時のくどき文句 トヨタの車を一緒に売ろうストレートストレートですねっていうのでどん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 ディーラーをトヨタに変えていくんですねしかしですねちょっと難しかったのが大阪と東京ですね東京と大阪は日産ディーラーになってしまったとこれねなんでかわからないんですけれども東京はトヨタ系のはずだったんですよそもそもトヨタの系のディーラーがまあ、配給の方に 奪われたんでまあ戻るとすればトヨタディーラーに戻るのかなって思ったらなんか行き違いか何かで日産になっていますで大阪はそもそも日産系だったんでまあ日産に戻りましたなので東京と大阪っていう結構大きいところは日産に持っていかれたんですけれども他は全てトヨタディーラーに変えたっていうそれが神谷さんの果たした最大の役割なんですね。ここで日産にもっともっっと取取らられれれたたトヨタは世界をてなかったかもしれなかかしい,っていう そういったたた役割を果たしたのが神谷さんんったんですよさあそして改めてここに戻ってきてもらいたいものが売れる仕組みですよね認知これディーラーを取ったことによって認知度がバカ上がりするんですねつまりある程度の人には知られるようになったとさらに買いやすさディーラーをゲットしたんでみんながトヨタ自動車買いやすくなるんですねなんでこのものが売れる仕組みの2つをここでゲットするんですよ さあその上で始まっていきます乗用車の生産ですねでさっき GHQ からあのー「乗用車作っちゃいけません」っていうお達しがあったんですけれどもそれが少し緩和します乗用車の生産が一部可能になるんですね1947年9月 1500cc 以下そして年間300台までなんですけどなんと乗用車を作ってもいいですよっていうことになったんでトヨタはそこから乗用車の開発に動くんですね。 さあそんな中初めて作ったのがこちらトヨペットっていう車なんですよなんと1947年10月にトヨペットを販売するそしてこのトヨペットっていう名前はみんなから公募で集めるんですねそしてねそれはキイチロ郎さんが決めれなかったのかな名前はキイチロ郎さんは初めこのトヨペットっていう名前を聞いてトイレットですかっていうふうに言ったみたいですちょっとね気に入ってなかったっていう節はあるみたいなんですけどこれがかなり有名になっていくとそしてこの形見てください 上に似た流線形ですよねあの流れるような形をしていると。というのもですね、第二次世界大戦後、GHQ は乗用車作っちゃいけませんって言ったのプラスアルファで、飛行機も作っちゃいけないって言ったんですね。で、それまで日本は飛行機を結構作ってたんですよ、エンジニアを入れて。なので、その飛行機エンジニアが職を完全になくしたんですね。そして、じゃあ、どこに行くのかってなった場合に、自動車会社に入ってくるんですよ。そして自動車会社で 飛行機のエンジニアたちが自動車を作り始めたのがこの時なんですね。その時の社員さんの名言、空を飛びたいと思ったことがないやつが作るような車は面白くはないみたいなことを言ったみたいなんですよね。なのでね、かなりかっこいい流線形になっております。そしてですね、トヨタはですね、この時にトヨペットを作っただけではなく、シャーシを作ってボディメーカーに販売するんですね。今のまあ三岡さんみたいな感じですかね。 シャーシーを下のやつだけ手に入れて側だけはオリジナルで作るっていうそういったことをやったのでこのトヨペットのシャーシーを使っていろんな企業さんがいろんな形の車を出し始めるんですよ。でそんな中トヨタはですすねななかなか面白い企画をやり始めますなんと列車とこのトヨペットを勝負させるっていうところで1948年に名古屋と大阪間を急行と勝負させるんですね。 というのも当時道の舗装はあんまりされてなかったなのでガタ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 してるんですねさらに日本の車っていうのは品質が悪いっていうそういうイメージもあったそれを払拭するために列車と走部してそして最終的に急行よりも46分も早く着くこれによって日本の自動車ったらいいねっていう風になるんですよしかしトヨペットはあまり売れなかったんですね なんとトヨペットは 1, 8, 5年間でですね200台も売れてないんですねというのもですねこの乗用車を買うっていうのがかなりレベルが高いんですね値段が非常に高いなので誰もが乗用車を持っている今のような時代ではなくかなり上のアッパー層しか乗用車は持てなかったんですよなので誰も買えなかったしかも海外製もあって日本製を選ぶ理由もそこまで大きくはなかったというところがあったので トヨペットっていうのは売れなかったんですねその反面売れたのはトラックこちらのトラックは商用車としてめちゃめちゃ売れていくっていうのがあったみたいなんですよこのトラックがどん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 作れば作るだけ売れていくわけなんですよねなので5年間で1万2 0 0 0台1万3 0台ぐらいも売れてるわけですよだからど,んど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 ん売れるしかし工場の規模っていうのは限られているじゃあどうすればいいのか 生産効率を上げないといけないよねっていうところで出てきたのがこのトヨタ生産方式なんですねこのトヨタ生産方式がトヨタ自動車の通常見なんですよさあそのトヨタ生産方式どういうふうにして生まれたかといいますと参考にしたのはですねフォード生産方式なんですね。フォード生産方式は何かととといますす作業を単純化化して細分化すると さらに標準時間っていうのを決めるんですね熟練の作業員をストップウォッチで測るんですね。その作業が開始してから終わるまで。で、その作業内に入るようにみんな頑張れっていうふうに言うわけですよ。で、さらに、ベルトコンベヤーを使って、車同士をつなげるんですね。車同士が前工程、後工程をベルトコンベヤーをつなげると。で、そこにボンと物を置いたら、次々どんどん新しく動いていくんですね、ベルトコンベヤーは。なので、このベルトコンベヤーを止め,ない止めないっていう。 ことをやりながらみんな動きながら自動車を作っていくっていうことをすることによってなんと1年14時間かかっていた車の生産が1時間33分に短縮されるっていうこれがフォード生産方式だったんですね。でこのフォード生産方式がアメリカの自動車産業を盛り上げたわけですよ。つまりこのフォード生産方式をやっておけばアメリカは盤石である。 効率最高であるっていうそういった形で紙扱いされてたんですねでここの重要なところが作業,作業区分ですねこの細分化して作業区分をどういうふうに決めるかっていうところがすごい重要だったんでどこの会社もこのフォード生産方式を真似したとしてもここまで時間は短くならならかったそしてフォードはここにめちゃめちゃこだわったんですね。時間を短縮するっていうところ さあそこで出てきたのがですねこのフォード生産方式を参考にしてトヨタ生産方式を体系化した男それがこの大野大一さんなんんですよね大野さんはですね1912年2月に生まれてなんとお父さんは衆議院議員まず一番最初に自動食器の方にいたんですけれども自動車工業の方に転籍してこの自動車工業の方でトヨタ生産システムっていうところを体系化していくと。 でまず大野は見つけるわけなんですよね。フォード生産方式の欠点。欠点があったのかっていう、あの紙扱いされていたフォード生産方式に欠点があったんでしょうかっていうところなんですけど、なんとあったんです。欠点は、作りすぎてしまうっていう、その欠点があったんですね。というのも、アメリカっていうのは、もう作ったら作っただけ売れるわけですよ。なので、どん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 作ればいい。 ですけれども日本はまだそこまで市場は豊かではないなので売れない分はこの倉庫にですね保管していかないといけないんですねでその倉庫に保管するっていうのがそもそも無駄になってしまうっていうのがあったんで大企業超大企業がのアメリカがやっている生産方式は我々中小企業では使えないとなのでこの中小企業に特化した生産システムが必要っていうところでトヨタ生産方式 TPS を作り上げていくわけですねでこのトヨタ生産方式なんですけれども大きな大きな考え方がありましてまずは自動化自動化っていうのは佐吉さんが考えたやつですねいろんなものを自動化する上で何か不具合が起こったらすぐに生産を止めるっていうそういった自動化の考えと「just in time」これ喜一郎さんですね必要なものを必要な時に必要な量で作ればいいんだこの2つの考え方があったので この考え方を具体的な行動にしたんですねこの考え方だけだとじゃあ結局何やればいいんですかっていう風になると思うんですよなのでじゃあ具体的にこの考え方を実現するためにはこういうのをやればいいねっていう風に考えたのが大野さんなんですよそしてこの生産方式がトヨタの圧倒的な強みになってくるっていうのがあるんですねでまず自動化のところで言うとこのさきっちゃん考えたまあこれね木一郎さんが考えた G 型なんですけれどもまあ不良品を作らないと 不良品と知らずに生産し続けることは非常に無駄であるというのがあったんでそれをしないというところとジャスト・イン・タイムですねこれ木一郎さん考えたものなんですけれどもまあ無駄をなくすっていうところで生産性を上げようというのがあったんですね。でこの2つの考え方をもとに作ったのがまず初期の豊田生産方式なんですけれどもまず多農工の育成ですね。 いろんなものを自動化していく中で他の子をですねいろんな機械いろんな種類の機械を扱える人を育成していこうとそして中間倉庫の破棄つまりですねあの部品っていうのはいろんなパーツからできてるわけじゃないですかでその一つのパーツっていうのは作り続ける人がいるんですね。ABC とかを作り続けて Z を使うってなった場合に A を作る人 B を作る人 C を作る人っていうのがいるんですよ。そそしてててのの作るる時間っっいうのはここ変わってくるんですね なので A っていうのがいっぱい作って B がちょっとしか作れなくて C がまたいっぱい作った場合 A と C っていうのは在庫っていうのを置いとくんですね作りすぎちゃったのでそれを置いとくのがこの中間倉庫っていうところになってくるとで作りすぎっていうのはそもそも無駄なんでその中間倉庫を廃止しますっていうのがこの考え方なんですね作り置きはしませんそして工具の集中研磨っていうのがありましてこれまで工具っていうのは 職人さん本人が削ってたんですけれどもそうすると何か悪くなったら削りに行くつまり機械がその時止まっちゃうそれは無駄ですよねっていうのがあったんで研磨っっってていううのののは専門の人に任せるっていうのったんですねそしてもう一つこれがめちゃめちゃ大きかったアンドンっていうやつなんですけれども作業者がこのなんか紐をポンと引くことによってこのライドがつくんですね。でこののラライイがいいたらですねそのラインを止めるっていう ことをやっていくわけなんですよで、この「止める」っていうところなんですけどなんで止めるのってなったら不具合が発生してるるから止めるんです、ね、で、すねそのまま使ったら使い続けたら不良品を出し続けるので今ここを止めてますと不具合が発生してます、Help! っていうそういう形の意識として使っていくんですね。でこの考え方によって生産効率がめちゃめちゃ上がりますするとどうなるかコストが下がるんですよ。 この売れる仕組みの結構大きいところコストこれを下げられたのがですねトヨタ生産方式なんですねさあここから順風満帆なトヨタの時代が始まるのかと思いきやなんと倒産の危機が訪れるんですというのもですねあの戦後ドッちラインっていうのがあるんですねがドッチライン政策っていうのができちゃうんですよでこれ何かと言いますと日本を復興させるために アメリカが税金を使って日本にお金をバン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 使ってたんですねただそれだとアメリカの決税を使ってるんで国民が許さないっていう状況になってきたんですよそんな時にこのドッチさんっていう方が来てですね金融を引き締めるんですねこれ以上日本には支援しませんっていう形でやっていくわけなんですよでその時起こっていたのがどん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 お金を使っていくんでインフレっていうのがすごい起こってたんですねブワーッと。 そして輸出っていうのもできなかったんで輸出を促進させるっていうところでこの3つの対策を行っていくわけなんですよまず融資の停止っていうのを行っておきますさらに補助金を廃止そして自由経済をやっていくとさらに最後1ドル360円で固定するんですねで今150円で円安とか言ってるのに当時はね360円で固定するって,いうっていうのもこんだけの幅で動いてたのでこれをもう固定させますっていうふうに やったんですよねただしこれによってまあインフレはなくなったりとかいいことも起こったんですけれどもなんと50万以上の失業者が出てしまったんですよというのもこの鉄鋼ですとか炭鉱造船とかの融資を停止したことによってお金がが回らないいっていう企業めめちゃめちゃゃ増えたんですねそして企業が不景気になるとなんとトラックを買わなくなるんですよ。でトヨタはこの時生命線だったんですねトラック自体が。 で中小企業が買えなくなったさらにトヨタだけではなく日産も五つ子も全く売れなくなってしまうとそして日産と五つ子はですねまずはコストカットしていくんですね人員とコストカットをすることでなんとか食いつなごうとすると人員としてはですねだいたい20%近い人員を削減していくんですねさらに残った人は賃金カットっていうことをやっていくんですねなので労働組合が激怒するんですよ しかしトヨタは安心してくださいというところでなんと自動車自動食器の利益がかなり出てたのでそれでなんとか食いつなぐとでさらにトヨタ自動車っていうのはすごい日本にとってその時すでに大切な企業になっていたので銀行が支援を表明してくれるんですねさあこれによってなんとかその倒産の危機っていうのはクリアするんですけれどもこの支援の条件っていうのがかなり厳しかったんですよ。 まず販売店と開発の分離をさせるんですねというのもトヨタっていうのはね貴一郎さんはですねどんどん開発をするんですよなので銀行がせっかく融資したとしてもその開発の方に資金を使われると貸した意味がないっていうところでまず貸したお金をちゃんと販売売る方に使ってもらいたいっていうところで分社してくれという依頼をするんですねでさらにその販売店の裏付けとなる台数を生産をしてくださいと。 開発よりも作って売ってて売くださいっていう,ふうにしてるわけですよでさらに過剰人員の削減っていうのを求めるとこの3つの条件がクリアされれば資金出しますよっていう形でやっていくわけなんですねでこの時はトヨタはですね喜一郎さんはいいですよというところでちょっとね甘く見てるところがあったみたいなんですよあの分社化さえすればさらに生産台数も担保すれば銀行はこの3番目ですよ人員の削除 をしなかったとしてもお金貸してくれるんじゃないのっていう風に思ってたみたいなんですけどもそうはトンヤがおろさい1950年労働組合の運動がどん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 激化していくんですね人員削減しろっていう風に銀行が圧力をかけてくるんですよなんとそれ1600人させる必要があったんですねキイチローさんはもう人員削減はしないっていう風に結構宣言みたいな形してたんですけどその 宣言を破るのかいいう形ででどどどどんどんどんんどん激化していくんですよそしてストですとか職場放棄っていうのが起こって生産が7割も減ってしまうと。というのもですねトヨタって結構真面目な会社なんですよなのでみんな真面目にストと職場放棄やっっちゃったんですよねそれによってもう7割も削減っていう形で銀行としてはこれから売っていかないといけないんですよ。のに7割も削減されたら売っていけないわけじゃないですか。 なのでなんとかこの運動を鎮圧しなさいという形でもうトヨタ喜一郎さんに向かって激怒するわけですよなんとかしろなんとかしろなんとかしろとしかし人員は切れていう形をやっていくわけなんですよねさあそしてついに追い込まれた喜一郎さんはそれだったらもう私は社長を辞めますっていうところで後任として石田さんを据えるわけなんですよねでこの石田さんを据えたのがですねあのリザプロ郎なわけですよ というのも石田さんはこれまで自動食器の社長だったんですよなので利益めちゃめちゃ上げてる社長だったんですねその利益めちゃめちゃ上げてる社長がトヨタ自動車の社長になるんであれば文句ないでしょっていう銀行さんもそれで満足でしょとで従業員さんももう気一をやめるから満足でしょっていう形でさっきの運動を抑えるんですねしかしこの石田さんっていう方はめちゃめちゃ情に熱い男なんですよなので社長にはなりましょう だしかし景気が回復したらもう一度木一郎さんに社長をやってもらいますと。しかも私は木一郎さんと個人的な約束もしているので社長になってもらわなければ絶対に行きませんという形でそういった意気込みのもと社長を続けるんですねさあそして石田さんが社長になりました業績は回復するのかっていうところなんですけどなんとここで朝鮮戦争の特殊が 生まれるんですねもう就任直後の V 字回復が起こるんですよ。なのでトヨタはですねもうトラック1000台を受注してでアメリカが買ってくれるんですね。でその後もどん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 続いていくんですね。でこのアメリカ軍っていうところがもう作ったら作った分だけもう買い取りますぐらいなレベルになってきたのでもうトヨタに限らく日本中の景気っていうのが向上していくっていうそれがこの挑戦特殊なんですよ。さらに これは売り上げを上げただけではなく、トヨタにとってもう一ついいことがあったんですね。さあそれが品質の改善なんですよというのもですね、朝鮮戦争やってるわけですよ、アメリカは。で、トヨタから車を買うわけなんですよね。で、そのトラックが途中で故障したら、命に関わるんですよ。むしろ負けるかもしれないっていう。なので、不良品は一切受け付けないんですね。で、これまでトヨタは不良品が出ないように試行錯誤していろいろやってたんですけれども、まあ、たまには出ると。 でなののでそのたまに出るやつもないぐらいに品質をここで徹底的にレベルアップさせていったっていうそういった歴史があるんですよ。さあそんな中ですね、エイジ、豊田エイジさんっていう方がアメリカに出張するんですね。そして、フォードをもう一度学ぶっていうことをやっていきます。というのもですね、この石田さんが豊田家の、まあ、人としてですね、社長の今後社長となるエイジさんをフォードの視察に生かしたんですね。 でこの特需が終わったあとはトヨタは本格的に日産を倒して最強を目指していくと変化を取っていくとなのでその時に本番の生産システムをちゃんと理解した人が必要であるとただ他の一般人はまあアメリカまで行かせないといけないんで難しいなのでエイジさあそれによって先ほどあったトヨタ生産方式がレベルアップしていきます さあこれがその時の時エイジさんですよねエイジさんがフォードで受けるんですよ衝撃をその衝撃っていうのは最新のマシンがめちゃめちゃ入ってるんだけれども人は何も考えてない作業だけをしているっていうなのでめちゃめちゃいっぱい作れるんですけれども人はもう機械のようにしか動いていない,いこれではダメだっていうふうに思うんですねなのでトヨタはですね人を育てるべきだっていう方に舵を切っています で、ででそこでまずやったのがですね、ドット生産の中止ですね。ドット生産っていうのは、まあ、まとめてドット作るっていうのをまずはやめるっていうで、これまでトヨタ生産方式っていうのを、まあ、大野さんが考えてやってたんですけどもまあそんなに一番最初からきちっと守られないのでどん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 生産していくんですねそうすると作ったものがどんどん上積みされていくわけじゃないですかで次にその部品を使う人は上から取っていくんですよね そうすると下のものが全部錆びてて使えなくなってるっていうそういった現象が起こり始めてたんですよ。さらにこのいろんな部品を置いていくのでその欲しい部品がどこにあるかわからないと。でその部品を探すのに加工時間よりもめちゃめちゃ時間をかけてたっていう事実もエイジさんが見つけたのでまずはそれをやめましょうというところを始めてさらにこの生産方式のレベルアップをやっていきます。でこの時やったのがですね 東海道線とふんどしっていいうのを取り入れるみたいですで東海道線っていうのは一度に大量を運ぶのっていうのは禁止トロッコ用のレールで小分けにして運ぶっていうところを始めていくんですねでもう一つがふんどしですねふんどしっていうのは一枚の紙にもう今日作る分を書いたらみんなそれバード作っちゃうのでそれ禁止ふんどしみたいにトイレットペーパーみたいなやつにちょくちょくって書いていくっていう、まあ、それによって一気に作らせないっていうことを行っていくんですよ さあこれによってトヨタの生産システムとかその辺が頑丈になってくるんですねすると何が起こるか満を持して喜一郎さんが社長復帰っていう形になってくるわけですよこの石田さんがですね喜一郎さんにそろそろ社長に復帰してくださいっていうふうに言うわけなんですよねしかしその時に直前でですね他界してしまうとちなみに結構その石田さんっていうのは必死に 木一郎さんをくどいていくんですねで、木一郎さんはエンジニアだったのでなんかヘリコプターの研究とかいろんな研究をもう別でやってたんですってなので木一郎さん的にはもう俺こっちがあるからトヨタには戻りませんっていうふうに言ってたんですけど石田さんがブチ切れるんですよ僕との約束お忘れですかってで、木一郎さんはなんだよ約束って君とそんな約束をした覚えはないけれどもって言うんですけど石田さんはいやトヨタさんは私を誘う時に言いましたと 私に車を1台あげますそしてその車はトヨタが作る国産車です私はまだその車をもらっていませんっていうふうに言うんですよね。だからそ,こでそこままでで言うんであれば戻りますという形で喜一郎さんはトヨタ自動車に戻るっていうことを決心するんですけれどもその時に亡くなってしまうとそして社長は石田さんが続行していくっていう形になっていくんですね。 貴一郎さんが亡くなってしまうんですけれどもその意思を継いだのがこの男大野さんなんなですよこの大野さんがですねトヨタ生産方式をどん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 レベルアップさせていくんですねそしてこの時に看板方式っていうのを作るんですねでこの看板方式の前にスーパーマーケット方式っていうのがあるんですけれどもこの看板方式っていうのはあのかなり今も使われている方式でして何かと言いますと 製品を作る工程が1 2, ですかで,1で作ったものを2に回して2で作ったものを3に回すと。でその時にまず受け取りに行くのは後工程3の人が2を取りに行く2の人が1を取りに行くというふうにしなさいと。でその時に看板を置いておきなさいというふうにしたんですね。でこの材料を作った上に看板をポンと置いてこれこれの分だからっていうので持ってってください。でその看板はまた返してくださいっていうので。 作作るる方はその看板を元にもにう1回作るで受け取る方はその看板をもとにまた製造を開始するっていうのがあってそれを看板方式っていう風に名付けたんですねでその看板方式がめちゃめちゃ有名になっていくとなのでトヨタ生産方式イコール看板方式だって言われるぐらいに有名になっていくんですね、まあ、ただ大野さんから言われると看板方式っていうのはまあ実際そうではないとトヨタ生産方式を実現させるためのただのツールだっていう 形でまトヨタ社員を教育していくわけなんですよ。さあ、そんな中ですね。朝鮮特需の後に日本の自動車業界が劇的に変わってくるんですね。